はい、ナナハさん。はい、ナナハさん。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 ちょっと待って。私。私りゅうちゃん行ってまいりました。学校に。はい。そして歩みをもらってきました。なんと1学期ね、1学期の方はこう3段階評価ね、よくできる、できる、もう少しというね、丸がついているところがありますが、よくできる1学期は1個しかありませんでした。はい、なんと2学期5つに増えております。おお。5つ。そう。しかもな、あの1学期の評定が全部2やってんな、うん、で2学期も全部オール2なんやけど、うん、先生に今日言われた、理科と算数と国語、うん、もう3にめちゃめちゃ近いって。お、特に理科と算数と国語、特に理科、特に理科が一番今3に近い。奈々ちゃん、奈々ちゃん国語できるじゃあ奈々理数系な、うん、びっくり俺も。へー、理科はめっちゃ褒めとった。だって心は算数得意やからさ、うん、理数系かなって感じやけど、うん、なんか観点がいいらしい。へえ。まあまあ相性のいい部門だったんだ。でここは1学期と同じあの行動の記録の、うんうんうん、どんだけ遅刻するんですか何回しとる一回。だいぶサービス入っと。だいぶサービス。え？分かりました。え、え、え、もっとしたね。で、ナナは出席停止の日が。あ、な、多分な、門入った瞬間にチャイムやってるからやと思う。まあまあ、あの、成績はよく伸びております。うんうん。やったやん。12月、今やん。ほんで、あの、うん、同学年の子と比べると、うん、こう、みんなこう、ふわふわしとったのが、うん、ナナだけ、パッとお姉ちゃんになっちゃったと。え、どこが？お姉ちゃんになっちゃったと。ほう、周りと比べると。ほう、そこでバチバチ喧嘩が起きると。気のせいですよね。気のせいですよね。あの周りがあの奈々葉の成長についてこれんくって、うん、いきなりお姉ちゃんになってるから周りが「あ、奈々どうしたん？」ってなってる。パパ白い気がいっぱいある。うーん、なんかめちゃくちゃ褒められた。へー、だから怒るにも怒られんなって。多分心が変わってからやろな。あ、だから直さないといけないところ学校で気をつけるとかありますかって聞いたら、うん、奈々ちゃんがお姉ちゃんになったから喧嘩が起こってて、うん、基本喧嘩が起こったら相手の子たちがごめんなさいって謝るから、うん、言うことないんですよね。で、そうなん、一つ言うとしたら、うん、言い方とか、うん、口調とか、うんうん、ああ、それは出てるんや。な、それを直したらいいんじゃないかなって。うん、でも学校ではおしとやかにしとんがオンライン授業で分かった。全くそわかんし、叫ばんし、喋らんし、めっちゃ控えめ。それさ、先生動画見たらびっくりするんじゃん。多分な。なえ、多分見てるで。見てるん？え、知らん、わからん、わからん、わからん。何々さん、マジおもろいやん。とかをボソって言うぐらいで、それ以外喋らんで、マジで。そうな。うん、他の子は、そんな言ってるわー、何々さんがおらへんでーとか。うん。わーって言っとる。うん。来てないーとかで。うん。今のも全然押してるから。で、奈々の先生に言われた、あの、お父さん全然関係ない話なんですけど、あ、わかった、プロスピーの交換しよう。違う、もうない、もうない。あの、お父さんコンビニの近くの家に入っていくとこ見たんですけど、あれって家ですか？保健室の先生にも、担任の先生にも、校長先生にも、全員に聞かれた。なんて言ったん？別居してますって言った。一応家ですけど、あの、うん、仕事部屋ですって。僕がゲームする部屋。別居してますって面白い。別居してますほんで、サンポセル聞いてくんの忘れてて。え？そう、サンポセル聞くの忘れて、うん、手袋と、うん、マフラーとネックウォーマーは OK やねん。うんうんうん、ただ、ネックウォーマーに関して、授業中外さない。あ、そのままつけっぱなしの子が多い。タートルネックみたいな。うん、から、マフラーの方がみたいな、付け外しの面では、うん、そうなんや、こんな子やけど。奈々ちゃん、学校と家と違うんですね。そうなんですね、それは知らなかった。だって友達がうるさいもん。お前が一番うるさいわ。奈々葉よりうるさいのったらマジで引くよな。え、おるで。絶対おらへん。おる。
いや、あの、相当すごいと思う。あるある。いや、もうなんか3年生まとめたらすごいなと思った、オンライン授業で。でも、一つ思ったのが、うん、先生めちゃくちゃ褒める。何も、あ、そんなとこも褒めるんやっていうぐらいの気づきっていうか。褒めて伸ばすんやな。心の先生とかね。そうよく知ってらっしゃるんで。大変な迷惑をおかけします。そうなんですね。来年も二人ともよろしくお願いします。ねえ、ななちゃん。よかった、でも成績上がっとんやったら。私は4年生か、ね、オンライン授業を見た限り、あの、私は先生にはなれない。うん、私もなれない。なれない、ね。4年生とか5年生には多分地球が終わってると思う。はい。うるさい。はい。